オットーに報告しておくか。次はシド、おかえり。クライブ、よく帰ってきた。フーゴクプカを撃ったよ。もう奴はいない。そうか、ありがとうクライブ。これで前の隠れ家で死んだ連中も浮かばれる。ダリミル宿場のルボルってやつが、ドレイクファングが消えたとストラスを飛ばしてきた。もしかしてマザークリスタルの破壊もお前が？ああ、いろいろあったが。本当かよ、一人でやっちまうなんて。おかえりなさいクライブ。ただいま。体の具合は？もう大丈夫だから、次は一緒に行かせて。待ってるだけって気が気じゃないから。分かってる。そうだオット、あれからウォルードについて報告は上がってきてないか？なんだ、世話しないな。これと言ってなかったはずだが、ビビアンにでも聞いてみたらどうだ？うん、彼女と話してこよう。やあ、おかえり。無事に目的を果たしたか？お前のおかげさ。帰って早々ここに来たということは、君も気づいたのだな、ウォールード王国の不穏な動きに。ああ、フーゴを撃つことはできたが、奴とウォールードとの関係はわからないままだ。ドレイクファングはオーク族に荒らされていた。あの蛮族は灰の大陸にしかいない。ウォールード軍が自国から船で運んだとみて間違いないだろう。他国のマザークリスタルを蹂躙し、一方で同盟を裏切った様子があるわけでもない。あの国はどうなってる？クライブ、対象を見つめすぎると全体像を見失うぞ。あいにく今は君に教えるほどのことはないが、良い機会だ。今一度あの国のことをおさらいしてみようじゃないか。灰の大陸の覇者ウォールード王国、召喚獣オーディンのドミナント、バルナバス王の下で戦によって生まれた国だ。そして849年カンベル独立運動、865年大陸戦争、873年ベレヌス戦役、そういった数々の戦火の中に身を置き続けてきた国でもある。しかしここしばらくは不気味なほど沈黙を守っていてね。クリスタル自治領をめぐる戦にしてもそうさ、同盟国のダルメキアに軍事支援している様子はない。灰の大陸は黒の一帯の侵食が激しいと聞く。にもかかわらず、ザンブレクのように新たな領土を得ようという意志も感じられない。君の話を受けるなら、ドレイクファングにオーク族を送り込んだことになるが、かのマザークリスタルを我が物にしようという動きも見えなかった。だが軍備を怠っているという噂だけはついぞ聞かないのだ。では次にウォールードの旗がたなびくのはいつか、漆黒の騎士オーディンが戦場をかけるのはいつなのか。おそらくその時、嫌が王でも世界が揺れるだろう。
昨今のウォールードはその行動がなかなか表に出ない。風獄プカの一件で久々に直接的な動きを見せたくらいだからな。そうか。だが朗報はある。少し前に君のおじごが知らせをよこした。あちらでもウォールードの動きを探ってくれるそうだ。おじさんが助かるな。いずれにせよ焦っても仕方がない。今は報告を待とうじゃないか。さてクライブ、球敵を撃ったことを君から直接伝えてやるといい。語り部やカローン、ブラックソーン、年配の方々には特に嬉しい知らせとなるだろうからな。それで今日の講義題としてやろう。お前の口から人を気遣う言葉が聞けるとは。私ほど人というものの本質と向き合っているものはいないぞ。ありがとうビビアン、早速伝えてこよう。さすがカローン、耳ざといな。フーゴを撃ったよ。そうかい、ここ最近で一等いい知らせだね。感謝するよクライブ、これでみんな前だけを見て進んでいける。ブラックソーン、今いいか。なんだ、要件を言え。みんなの仇を取ったよ。風獄プカを撃った。長かったな。やっと胸の使いが取れた気がする。俺たちも仕切り直さねえとな。これからも頼むぜクレイブ。こちらこそよろしくな。おおクライブ、どれが欲しい？これを作るには素材が必要だ。いつなら敵なしだ。素材が足りねえみてえだな。よし、できたぜ。大事に使えよ。また来いよ。なんだい。さあ見ていきな。じゃあね。おやクライブ、どうしたんだね。報告がある。フーゴを撃った。そうか、ついに。語り部泣いてる、泣いてる。変なの。今日は祝いだ。お前たちの両親にも報告せねばならん。ささやかでいい。祝いの支度をしておくれ。お祝い、やった。ここからが再出発だ。ああ、そうだな。
本当にありがとう。他の連中にはわしから伝えておくよ。ハルポクラテス、フーゴを撃った後アルテマと会った。奴について何か分かったことはあるか？いや、あれからあらゆる古文書を解読したが、その存在を見つけることができなかった。これは意図して消されたのではなく、もとより存在していないと言った方が正しいだろう。だが現に俺は奴と。その事実は否定しない。ただ人から見ればアルテマとして存在していたのではなく、天災や病などある種の災いだったのかもしれんとな。災いか。お主が会ったというアルテマがどういう存在なのか、わしには想像もつかん。何にせよ引き続き調べてみよう。分かった、頼む。よし、一度オットーのところへ戻るか。シドがフーゴを撃ったそうだ。オットーに聞いたから本当だよ。ビビアンに話を聞くにしちゃ随分時間がかかったじゃないか。いろいろあってな。そうか、フーゴを撃った報告にみんな喜んでくれたよ。なあクライブ、この機会にシドたちの墓参りでもしてきたらどうだ。奴らも心待ちにしてただろうさ。そうしよう。シドやみんなにも知らせてやらないと。ついでにミドを連れて行ってやってくれ。あいつは隠れ家に戻った時も研究ばかりだ。たまには父親に顔でも見せろってな。分かった、声をかけてくる。シドたちの墓参りに行くのにお前を連れて行こうと思ってな。ごめんクライブ、今手が離せない。急いで排熱装置を作らないと。排熱装置？こいつの設備さ。これは高速外洋航行船エンタープライズ。あたしと父さんで設計した希望の船だ。エンタープライズには帆船の常識を覆す新しい推進力、ミスリル機関を搭載する。この機関は高熱を出すから熱を船外へ逃がすための仕組みが必要でね。それが排熱装置ってわけ。造船はカンベル郊外でやってるんだけど、あっちの工房も手一杯でさ、この装置だけ隠れ家で作ることにしたんだ。ただ船体の建造に影響するから早くしろってカンベルの連中がうるさくてうるさくて。これが終われば墓参りにも行けるんだけど。俺に何か手伝えることは？さすがクライブ、そう言ってくれると思ってた。早速部品作りを頼むよ。排熱装置の主要な部品は3つ。熱を送るための大型の鉄管ミスリルの鎧、排熱時に船体を守る丈夫な外装ミスリルの兜、
内部の熱に耐えつつ外部からの腐食を防ぐ特殊装甲、ミスリルの盾。ミスリル装備といったところだな。部品は3つ、1つずつ片付けていくか。だったらまずは排熱装置の肝となるミスリルの鎧をお願い。図面や材料は覚書にまとめておいた。ブラックソーンじいちゃんに見せれば分かってくれると思う。ブラックソーンだな。行ってこよう。よろしくな、クライベ。ブラックソン、協力してほしいんだが。なんだ、さっさと言え。ミドからの頼まれ事だ。あのわがまま娘、この間工具一式をくれてやったばかりだろう。今度は何だって？ミドがあんたにこれを見せろと。どれ？何に使うつもりかわからんが、随分と大掛かりじゃねえか。人手がいるな。クライブ、オットーとガブを呼んでこい。ああ、わかった。慌てて来てみりゃ、ミドの手伝いとは。まあこれができないと墓参りに行けないってのならさっさと片付けちまうか。それで俺たちは何をすりゃいい？ちょっとしたお使いさ。ミドからの注文はミスリルの鎧、大型の鉄管だが、そこらの鉄じゃ脆くて要件を満たせねえ。だから強度に重点を置いて独自の鉄を作ることにした。名付けてブラックソーン鋼鉄。こいつの材料を集めてきてくれ。とは言っても取りに行く必要があるのは星のクズと呼ばれる黒砂だけだ。他の材料は俺の馴染みの鉱物商から買い付けてきてくれりゃいい。手分けした方が早そうだな。俺とガブのどちらかがクライブと星のクズを取りに、もう一人は他の材料の買い付けに行く。そうしよう。クライブ、どっちと行くか決めたら教えろ。クライブ、それで。ガブ。よし、行こうぜ。ブラックソン、その星のクズはどこで取れるんだ？ダルメキアの南ベルクロイ砂漠、川岸を渡れば見つかるだろう。ダリミル宿場の近くだな。運ぶのに足がいるか。クライブ、俺は荷馬車の支度をしてから向かうわ。ああ、現地で落ち合おう。二人とも気をつけろよ。俺も買い付けに行ってくる。おっと、鉱物商にふっかけられんなよ。お前じゃあるまいし、心配ご無用だ。それじゃ、みんなよろしくな。
南ベルクロイ砂漠か。ガブが来ているはずだが。遅くなったな。待ってたぜクライブ。ざっと見て回ったが、この辺りなら取れそうだ。なんでもこの星のクズって黒砂は火事で使うには不向きみたいでよ。売れなきゃ誰も手をつけないだろ。おかげで取り放題ってわけさ。俺たちで使わせてもらうとしよう。お前も探してみてくれ。黒い砂、これが星のクズだな。もっと探してみよう。これくらいでいいだろう。ガブに渡そう。どうだ、星のクズは取れたか。ああ、いくらかな。大量だな。こっちの分と合わせればもう十分だろう。クライブ、せっかくだ、もう少し付き合え。お前とゆっくり話すのなんて久しくなかった気がする。ああ、いつぶりだろう。クライブがシドの名を継いだ頃は、二人でよく仕事して、よく話したな。あの時は必死だった。それは今もだろう。そもそもお前は働きすぎ。近頃はろくに隠れ家にもいやしない。たまには肩の力を抜けよ。ガブこそ調査任務で留守が多いぞ。そりゃお前が仕事を持ってくるからさ。お前を頼ってばかりだ。よせよ、お互い様だって。
俺には帰る家がある。それをクライブが守ってくれてる。だから安心して仕事ができるんだ。いいじゃねえか、これで。さて、そろそろ隠れ家へ戻るとしよう。慣れないことをしたせいで体が悲鳴を上げてら。先に戻ってゆっくり休め。そうさせてもらうわ。星のクズはブラックソーンに渡しておく。さて、俺たちも戻ろうか。ブラックソーンのところへ行こう。ブラックソーン、材料は集まったか？なあ、おかげさまでな。星のクズも他の材料も支度できた。二人で仕事ができてよかったよ。いい気分転換になったぜ、クライブ。よし、俺はミスリルの鎧を作り始めるとしよう。出来上がるまでしばらく時間がかかる。他に用があるなら先にやっておけ。ありがとう、ブラックソーン。ミドに知らせておく。俺たちも自分の仕事に戻るわ。また何かあれば呼んでくれ。シドが壊したのはダルメキアのマザークリスタ。上の憩いの広場で。するかな。ミド、ミスリルの鎧はなんとかなりそうだ。ブラックソーンが作ってくれているよ。よかった、これで一歩前進。それで次は何をすれば？次はミスリルの兜を頼む。こいつには空の文明の遺物を使う。遺物はとても頑丈だ。人が手を加えることなんてできないぞ。大丈夫、そのまま使うから。そのまま？ちょうどいい形と大きさの遺物に目星をつけてあるんだ。うちの助手を使って回収してきてもらえるかい？やってみよう。シド、こんにちは。ミスリルの兜の件ですよね。ああ、詳しい話を聞かせてくれ。それではこちらをご覧ください。ミスリル機関は内部でミスリル鋼を燃焼させ、その熱によって動力を得て推進力へと変換します。ミスリル鋼の燃焼では高熱が生じるため、過剰な熱を排熱装置を使って外へ逃がすわけです。ですがミスリルの鎧を通しただけでは船全体が逃げた熱にさらされてしまい大変危険です。そこでミスリルの兜の出番というわけです。ミスリルの兜はその排出先を制御するとともに、熱を滞留させることでゆっくりと冷却していきます。温度変化に強いとされる空の文明の遺物ならではの構造と言えるでしょう。また開口部からの浸水を防ぐ役割もあります。海水や雨水が入り込むことで熱によって水が気化、急激に膨張し機関ごと船体破裂の危険が。わかった、その話はもう十分だ。ミドからミスリルの兜に使う遺物を回収してくるよう頼まれた。その遺物はどこにある？はい、ロストウィングから続くロベール林道に。ですが最近あの辺りに
凶悪な魔物が住み着いているとの噂がありまして、魔物さえいなければ我々だけでも回収できるのですが。つまり俺はその魔物を倒せばいいんだな。やってやろう。ありがとうございます、シド。それでは早速出発しましょう。遺跡の近くでお待ちしてますね。シド、お待ちしておりました。目的の遺物はこの先の遺跡付近に。噂の魔物もおそらくその辺りにいるかと。俺が様子を見てくる。少し待っていろ。そこか。こいつが噂の魔物だな。やるぞ。Hold it!
片付いたな。さすがシド、お見事でした。後のことは任せる。はい、責任を持って遺物を回収し隠れ家へ運んでおきます。頼んだぞ。ミドには俺から伝えておこう。するかな。ミド、ミスリルの兜もなんとかなった。間もなく届くだろう。ありがとうクライブ、これで二歩前進。よかったな。さて残るはミスリルの盾なんだけど、こいつが悩みの種でね。どういうことだ。ミスリルの盾には内部の熱に耐えつつ外部からの腐食を防ぐ役割がある。問題はその熱さ。あまりに高温で波の走行じゃ熱に負けてすぐに傷んじまう。だからって鉄や異物を仕込もうもんなら今度は重量過多だ。鎧や兜が重い分なんとか軽くしなきゃならない。熱に強くて軽い、この両立が難しくて困ってるんだよ。ハルポクラテスに相談してみるか。手がかりとなる文献を知っているかもしれない。確かに語り部じいちゃんは物知りだしな。クライブ任せていい。必要なことはこれにまとめてあるから。いいだろう。たまには隠れ家の外に出るのも悪くないのか。ハルポクラテス、今話をしても。なんだねクライブ。ミドの悩みを解消してやりたい。これを見てくれ。特殊装甲ミスリルの盾か。あの娘の帰巣にはいつも驚かされる。しかしこの必要なことというのは。内部の熱に耐えながら外部からの腐食を防ぐ。さらに装甲自体も軽くしなければならない。その両立にさすがのミドも苦戦してたな。なるほどの。それであんたに相談して何か手がかりでもと思ったんだが。クライブ、答えというのは案外と近くにあるものだ。というと。この隠れ家は黒の一帯に侵された水、黒の水の中に立っている。だが黒の水は普通の水に比べ木や鉄を早く腐らせてしまう。ああ、だから大工のバードルフや船盛りのオボルスはよく防腐用の薬剤で補修。薬か。ザンブレクに伝わる古い文書に月の雫という熱を和らげる薬の記録がある。
それを城壁などに投入することで竜の炎や戦火から城を守ってきたとな。ならその月の雫を作ることができれば、防御用のものと合わせることでミスリルの盾の要件を満たせるやもしれん。良い機会だ。わしも協力しようじゃないか。異なる2つの薬剤を生かすには、それを塗る装甲にも工夫をせねばなるまい。この知識を装甲作りに役立ててみせよう。助かる、ハルポクラテス。月の雫と装甲、手分けして進めるぞ。それで私たちが呼ばれたってわけね。そうだ。月の雫の原料の買い付けに行かなければならない。どちらか付き合ってくれ。もう一方はわしの装甲作りを手伝ってもらえるかね。頼めるか。ええ、任せて。私もいいわよ。二人ともありがとう。クライブ、分担はお主に任せる。決まったら教えておくれ。クライブ、さて。え、わかったわ。ところで、何が必要なのかしら。文書に書かれておったのは、これらの品だよ。チョコボの卵に、ピピオの実。他の原料も、そのあたりで買えそうなものばかり。昔の薬剤だから、もっと大変かと思った。それらも、当時は入手困難だったようでな。故に月の雫は次第に作られなくなり、歴史の影に消えた。しかし今では当たり前の品々。ノースリーチのマルシェで揃うはずだ。マルシェか。クライブ、先に向かっておくわ。ちょうど買い物があったから。ああ、後で合流しよう。いってらっしゃい。タルヤ、そっちも頼んだぞ。マルシェだ。ジルを探そう。魔法でしっかり冷やすんだ。魚が腐った。マルシェか。ジル、ここにいたのか。あ、クライブ、いくつか店を覗いてみたけど、確かにここなら月の雫の原料が揃いそう。いろいろ買わなきゃいけないから、別々に探した方がいいわね。わかった。俺が買うものを教えてくれ。それじゃあクライブは、ニンニクとピピオの実をお願いできる？買い物が済んだら門のところで落ち合いましょう。果物はいかが？まだまだ新鮮。さあ、肉はどうだい？今買っておかね。何か入りようかね。ちょうどだね。他にも売ってくれるかい？はい、どうも。頑張んなよ。戦としてから羽振りのいい客がめっきり減っちまったな。何が欲しいんだ？ちょうどだね。こんなところか。ジルと落ち合おう。どう、クライブ、原料は変えた？ああ、これだ。
ニンニクとピピオの実。うん、大丈夫ね。語り部から頼まれていたものはこれで一通り揃ったわ。ねえクライブ、少し話していかない？こうやって過ごすのもなんだか久しぶり。このところ大きな戦いが続いてたから、ジルとの買い物なんて子供の頃を思い出すよ。よくロザリスの城下町へ行ったな。小さいトルガルを連れてね。何にでも興味を持って歩き回るから探すのが大変だったわ。今じゃこんなに大きくなったけど。そういえば買い物があると言ってたが、欲しいものは買えたのか？ねえ、先に買っておいた。ここに美味しいパイが売ってるって厨房のモリーさんに聞いていたの。だからあなたと食べたくて。嬉しいよジル。ねえ見て、このパンもすごく美味しそう。スープに浸して食べるのもいいけど、さっきの店の干し肉と一緒も捨てがたい。ジール。あ、ごめんなさい。買い物のためだけに出かけるのは子供の頃以来だから楽しくって。クライブ、私は今人として生きられてる？ああ、ジルは人だ。そうやって買い物を楽しめてるのが何よりの証拠だろう。君はもう獣じゃない。よかった。クライブ、ありがとう。長居しちゃったわね。戻りましょうか。この原料をタリアに調合してもらわないと。先に戻って支度をしておくわ。手間をかけるな。うん、いいのよ。アルポクラテス、戻ったぞ。おお、クライブ。原料の買い付け、ご苦労だったの。今しがた、月の雫の薬膳をタリアに伝えたところでな。原料も揃っておるし、こちらは問題ないだろう。調合は私に任せておいて。しっかり作ってみせるわ。ああ、頼む。装甲の方はどうだ？バードルフやオボロスにも協力してもらってな。なんとか形になった。もう少しでできるみたいよ。ありがとうみんな。それじゃあジル、月の雫の調合を手伝ってもらえる？ええ、わかったわ。そうだクライブ、二人の時間楽しかった。また今度ね。わしもクライブに礼を言わねばな。なかなかに面白いひとときを過ごさせてもらった。装甲ができたら月の雫と防腐用、二つの薬剤をまんべんなく解くせねばならん。ミスリルの盾ができるまでもう少しかかりそうだ。お主からミドに知らせてやっておくれ。ああ、伝えておく。感謝するよ、ハルポクラテス。
これでミスリル装備は揃ったな。ミドに伝えてやろう。待たせたな、ミド。排熱装置の部品が全て揃ったぞ。どうやってミスリルの盾を？お前の悩みは薬剤を使うことで解消したよ。熱に強くて軽い装甲を作れそうだ。今アルポクラテスたちが仕上げてくれている。すごいや、やっぱりクライブは頼りになる。みんなが協力してくれたおかげさ。それじゃ部品を組み立てる段取りをしとかなきゃ。ブラックソーンじいちゃんの手も借りよっと。ミスリル機関の排熱装置とは、そんなとんでもないものをよく思いつくもんだ。褒められたな。呆れてんだよ。ミスリルの鎧を軸に構えるとなりゃ、ここじゃ狭くて無理だな。よし、組み立ては外でやるぞ。ミド、用意できた部品からデッキへ運ぶようみんなに伝えてこい。はいよ。それとハンマーを持ってきておけ。ここからは力仕事だ。承知。装置ができたぞ。我ながら惚れ惚れする出来だな。ありがとな、クライブ。ブラックソーンじいちゃん、あとはこいつを3機作るだけだ。なんだと？あれ、言ってなかったっけ？エンタープライズに搭載するのは全部で4機。排熱装置1つじゃ熱を逃がしきれないからな。あと3つも。心配しなくても大丈夫さ。この排熱装置を見本にして残りはカンベルの工房で作るよ。やれやれ。ま、何はともあれ一休みしようぜ。ミド、どうかしたのか？エンタープライズのことを考えてた。あの船を設計した目的は遠い海の向こうを調べるため、もし黒の一帯の及んでない大地を見つけることができれば、たとえバリスゼアが全て沈んだとしても人は生き延びることができるかもしれない。私と父さんはそれを最後の希望って考えてた。だけどこうやって完成が近づいてきてふと思ったんだ。みんなで作ったエンタープライズをそんなことに使いたくないって。なあクライブ、最後の希望なんて本当はまっぴらごめんだ。エンタープライズで楽しく船旅ができるそんな世界にしてくれよ。約束はできない。だがそのために全力を尽くそう。クライブらしい。そうだな、エンタープライズが完成したらクライブに預ける。クライブが目的を果たすまで好きに使ってくれ。いいのか？父さんもきっとそうしただろうから。ありがとう、ミド。さて、父さんとみんなの墓参りだったな。お前を連れて行くのに随分遠回りになった。ああ、ちょっとやることを思い出した。すぐに片付けてくる。ああ、分かった。
オットーのところで待ってるぞ。了解。船作ってるってミド先生が言ってたね。よう、クライブ、お疲れさん。ミドを墓参りに連れて行くってだけでとんだ騒ぎになっちまったな。それであいつはどうした？やることを思い出したらしい。すぐに片付けるから少し待つようにと。ミドがそう言ったのか？そうだが。クライブ、そりゃあいつが面倒ごとから逃げる時の常套句だ。ミドのやつ墓参りをすっぽかすつもりだぞ。まったく。デッキを見てくる。ねえねえ、あれかな。オボルス、ミドを見なかったか？さっき出てったぜ。遅かった。向こう岸まで送ろうとしたら小舟を一艘買い取ってそのまま自分で漕いで行っちまったさ。相変わらず元気な嬢ちゃんだ。そうそう、ちょうど俺もシドに用があった。あんた宛ての手紙を預かってる。何でも急ぎだからってロズフィールド教の使用人から直接渡されてな。ありがとう、オボルス。いいってことよ。おじさんは一体何を？ガブをカンベルに名指しとなれば奴も喜びそうだ。それじゃ結局ミドにうまいこと乗せられたってことが？まんまとやられたよ。いなくなっちまったもんは仕方ない。次の機会にはゼガヒでも連れて行ってやる。しかしみんなで何かを作ったのなんてこの隠れ家を建てた時くらいだ。楽しかったよ。ああ、そうだな。さて、俺は墓参りに付き合ったらカンベルまで行ってくるわ。ロズフィールド教のご指名とあれば断るわけにもいかないぜ。俺もその足で出かける。また留守を頼むぞ、オット。任せておけ。シドとみんなによろしくな。そうだ、クライブ、ジルから伝言があった。少し遅れるから現地で合流するってさ。それじゃあ俺たちだけで先に行こう。もしフェニックスの力があればシドもみんなも助かったのかな。フェニックスにも死は覆せない。命には限りがある。だから俺たちは生きなきゃならない。
人が人として生きられる世界が来る。その日まで。遅くなったわ。珍しいな、顔を出すなんて。仕入れに出る前にあんたたちの顔でも見ておこうと思っただけさ。ここに来るまでの道のりも随分と様変わりしちまった。ああ、黒の一帯は遠くないうちに大陸全土を飲み込むだろう。ならやることは一つだ。大地のエーテルを守るためマザークリスタルを破壊する。風の大陸に残るマザークリスタルはドレイクテイルだけだ。じゃあ決まりね。自治領島へ向かう。今やあそこはザンブレク公国の首都だ。クリスタル自治領だった頃とは勝手も違うはず。仕掛ける前に一度様子を見に行った方がいいだろうな。そのつもりだ。自治領島へ向かうんだったらこの子を連れて行くといい。グツを忘れたのかい。あんたはちまたじゃ滞在人なんだ。行商人の用心棒ってことにすりゃ一目もごまかせるってもんさ。悪くない考えだろ。お前さん家事道具を欲しがってたろ。ついでに買っといで。本当にいいのかい。やった、ありがとうばあさん。やめな、でかい渋滞して子供じゃあるまいし。ダルメキアのボクラド市場から自治領島行きの乗り合い馬車が出てる。もともとは行商向けの馬車だ。グツの承認札があれば乗れるかもしれないよ。クリスタルロードを長々と旅するよりはずっと安全なはずだ。ありがとう、カロン。グツ、よろしく頼む。こちらこそ。仕入れが終わったら俺も向かうよ。それじゃあ僕らの市場で。話しな、痛いんだよバカ。ジルは俺と。分かった。ガブ。ああ、俺も行ってくる。頼んだぞ。誰に言ってる。見てるかい、シード。ヤッコさん、いい悪党の面構えになったじゃないか。